私は、この農舎で、当麻町の農業で実際に使われていた、昔の農機具とあと当麻町の農業の歴史について学習した後、この関門学校周辺のゴミ拾いを行います。126年前に、トンデン兵って知ってる？でそれが入ってきたのが明治26年の5月10日って明日なんです。5月10日でその5月10日明日は当麻町のね会長記念日って言って、会長記念式典っていうのをやります。うっそうとしたね木がたくさん生えてるところをして、4年後ですね明治30年にようやっと田んぼを作り始めます。水稲栽培が少しずつ始まる。でそれからずっと大正になって昭和になってだんだん昭和20年代になると野菜を作る人たちが増えてきたりだとかお花を作る人が増えてきて、田んぼお米の他に野菜とかお米を作るそういう農業が、行われるようになってきました。まだすごいちっちゃいんですけど田植え頃には、まだまだ、この苗今から一つだけ好きなのやんで抜いてみてください。はぁ、あ、ふゆふゆふゆ種見えた、はい、種あ、これでいいそう、あ、すごいお、種もみって言います、これなんか可愛い、なんかあったかい、あったかい。よくさ、一杯のお茶碗のお茶碗には何粒のお米が入っていると思いますか？考えたことあります？1000。じゃあ行きます。答えなんだけど、大体3000粒ぐらいらしいです。やばい、6粒じゃないけど。これポット1枚に何杯のご飯が取れると思いますか？みんな植えるやつ、田植えの時に。お茶は何杯分？100以上。正解。110ぐらい。みんなで植えたので110ぐらい取れる計算です。ではその1年間で食べる60キロのお米を育てるにはどのぐらいの広さが必要だと思いますか？どのぐらいだと思いますか？わかんないよね。結構いっぱい広いと思う。30ヘクタール。ヘクタール知ってんの？皆さん育てるブルーシートありますよね。これ10メーター10メーターなんだけど、その中が1アールです。大体そのぐらいの面積が必要です。その中にびっちり植えて1年間のお供え人が食べる分ぐらいの面積です。結構植えないといけないと思います。次回はいよいよ、田んぼに田植えをします。楽しみにしていてください。それでは以上で、第1回田んぼの教室を終わります。